アルテタ冨安放出 OK 東京豪が争奪戦に参戦。A メディアチームトークはアルテタはフルバックの冨安がいなくても対応できると考えていると指揮官の考えの変化を取り上げている。ゆうべのディレクターの順取氏が来年1月にも守備の補強を敢行予定。構想外と見られるダニーロが移籍する傾向にあることから、ユーティリティ性のある選手を求めている。ディレクターの手帳には、1998年生まれの日本人選手、竹広冨安の名前がある。当初2500万ユーロ約47億円で考えられていた移籍金より安い2000万ユーロ約32億円程度となる模様。膝とふくらはぎの怪我を長期的にしてるけど、もうかなりボロボロなのかな？そもそもいつ復帰するの？てかいつそんな大怪我したの？カラフィオーリはまだ守備面では多少気になるかもしれないけど、大一番でゴール決めたし評価は一気に高まった。アルテタ構想から外れるとしても、決してプレー面に不満があるわけではなく、怪我による離脱の多さからだからね。戦術家アルテタ屋の下でこれだけ重宝がられたんだから実力は間違いない。ほとんどいないから、いないの前提に組むしかない。バックアッパーとしても計算が立たないくらいとにかくいない。プレミアの強度は異次元。冨安が圧倒的に脆いというよりは、リーグの向き不向きかも。イタリアの上位チームでコンスタントに試合に出られるとすれば決して悪い話ではない。そもそもこのままだと代表でも見れない。ワールドカップいないときつい。キャリア的にもバックアッパーでアーセナルにいるよりスタメンの方がいい。個人的にはバイエルンで見たい。